すごいこう傾斜のところとかに、うん、どうしたらいいですか。そう、傾斜も一緒、傾斜もちょっと踏み込む動作があれば、左足上がり、そうするとこう一緒戻って、グッと潰して戻って、グッと戻る、そう、やらなかったらその立ててるし、で戻りたいでしょ、戻っちゃう、ここじゃん、あ、そう、これ状態がこの水平通りを起こす、こうなるじゃなくて、行くの行くと重さで戻るわ。だからよくプロの試合とか、あの例えば試合とか見てると、打ち上げのことがこうなってるんですよ。それが正解なの、はい、左のルール、そう、おお、さすが取ってる、そう、このぐらい行ってないでしょ、そう、でも、あの足が出ちゃう、そう立とうと思うと、そう、だから立たない、今みたいに戻っていって、そしたら、はい、戻っちゃう、そう、これがいい、これが正解、そう、行ってるから戻りたがるわけじゃん、ここじゃさっきのやつは戻んないし、戻んない、そう、もう右で回ってるから戻れないわけ、もう右でか安定しちゃってるから、だから安定、そう、これが正解だ、そう、立てられる、そう、なんでこうやって立ってられるじゃん、ここで回ったら、うん、ほら、立ってられる、立てられる、だってこっちに重力に反して登っていくんだから、その後、大手で、こういうふうに、へぇー、それがさ、普通に吸わずにってやる、おぉ、そうでしょ、ちょっと危ないでしょ、今の動き、だからちょっと初め怖かったら、逆に右残る方がお店になるから、6、4、7、4、ここに、そう、アプローチのところにかけてるんですよ、そんでいつもより中にちょっと、そう、ここに、そう、左にかけてる、そう、かけてる、で戻る、そうなるでしょ、うん、そう、いや絶対戻る、これがローリー巻き場ぐらいになって、もう下半身が松山ぐらいになるとグッてそのまま立ってられたりする、重力に反して残ってね、そう、そう、おー頑張ってる、そう、いつもは全然普通に安定しちゃってるでしょ、逆にやってみて、安定してるっていうか、そう、逆にそう、それやってみて、差が分かる、差が分かんないと全然なかなかこうなる、そう、こうなってるでしょ、うん、そう、全然違う、でもわけわかんない、別人、そう、左引っかかったりする、なんで、そう、なんでなるのって言ったら、こっち向いちゃうわけじゃん、こっち向いちゃう、手で、そう、手の操作に頼るしかなくなるから、これ、グッドも出てるし、全部、例えば、これを、そう、だから、そう、素振りでそういう素振りちゃんとする、そう、と戻るでしょ、意外ないでしょ、長いから、そう、そこでグンと立ってられるってさ、相当ね、プロ野球選手ぐらい、そう、これが正解、だからってことはどういうことって言ったら、地球平面って普通にこうやって移動してるわけでしょ、でも上に登ってくる、水平で踏み込みがなくなっちゃうとこう動いちゃうことになるでしょ、踏み込んだけどもう、あ無理っつって戻る、だから戻ってる時は大体ちゃんと動いてるってこと、踏み込んで腹筋で、ああ無理ってなっちゃう、そうなるわけ、そう、なんで左が高いんだから、そう、あんまないけど、もっと斜面になったらもう下からちょっと落ちてくるんです、あと薄い斜面でかなりその通り構えると7歳ぐらいちょっと決めとるよ、そう、ちょっと飛距離落ちるけどもうちょっと、そう斜面に反して構える、はい、そう、これでいい、そう7歳、打ちやすい、左に戻ってるから、左にかけてるから、そう、だから左足上がりであんま高いためにしたくないときはそうやって言うんですけど、最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。